しいですかみんな大丈夫、はい、大丈夫です、はい、じゃあ、これ忘れないでね。で音はダメ出しちゃいけないけど、はい、そうパンパン入っちゃうからね。はい、一回出してください。はい、あ、もういらないよ紙、重いでしょ。はい、置いてます。はい、じゃあもうみんな置いて、どうしても覚えてない人やってみてください。いつかあなたが知ったつなったよね。何の答えは一つではないよ。 それで走らないこと一つずつちゃんと発声すること、はい、それだけです。はい、イチロータイチロータイチロータ大丈夫ですね。はい、口の中を膨らます。で空洞を作る。ムーン、うん、ムーン、ちょっと縦に開く感じ。ムーン、そうムーンライト。じゃあまあ耳チェックも兼ねていただきます。曲じゃないですか。そう、今回も作曲の小坂先生、そして作詞の冬森先生が力を合わせて素晴らしい曲の数々を作ってくれたんだ。この曲は、これが今回のテーマ曲、エバーラスティングムーンライト。ここはスチール撮影のスタジオ。こ
今回の公演に向けてポスターやパンフレットの撮影をしています。ここには写ってないけど僕も撮影に行ったんですよ。朝の9時か。遅刻したって聞いてますけど。え、選手たちはみんな初めてで緊張してた模様です。セラムーンです。頑張ります。何て言うの、もう正面だよ正面。よし、それから後で。あらさ、こうですね。あらさ、あとだ。これはまあ、こうやって、うん、これはこれはまあ、これかわいい。セラミンコだ。ここはどこですか？東京 FM のスタジオ。え？なんとセーラームーン初のラジオデビューだ。そんなの間違いないもんね。ありがとうございます。じゃあ今日は変身してラジオ出演ですか？もちろん、たとえ姿は見えなくてもセーラームーンは決して手を抜かない。抜いちゃいけない。これで見えたらいいだ。おはようございます。よろしくお願いします。挨拶だと。よろしくお願いします。お願いします。すげえな、俺ぐらい時間かかるのそれ。挨拶おはようございますなんですか。そうなんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今夜はですね、なんととびきりご機嫌なゲストが。でも普通のゲストじゃないじゃん。普通のゲストじゃないですよ。なんとまあ聞いたところによって好きから、キカラのゲスト、キカラですよ。あのぽっかり浮かんでる、ね、浮かんでるキカラ来てくれました。なんとセーラームーンの月のウサギちゃんです。こんばんは、はじめまして。いらっしゃい。あ、なんか俺ら怪しいと。そう、怪しい。いろんなとこパトロールしてるんで、うん、ここも一応パトロール、はい、他どうですかこれ、ちょっとなんかありません？大丈夫ですか？悪の匂いしませんか？今日は大丈夫です。大丈夫ですか？はい、今日はじゃあメインはもうラジオに出るのメインで月からやってたう、ね、もうこれがメインだよ。今日パトロールは別にいいと。ちょっと兼ねて来ました。